ファーラー社のショールームファーラー社の建物模型の一例。他のドイツのメーカーの建物キットと同様に、塗装を施さずに成形色のまま組み上げても、違和感なく、仕上がるようになっているファーラーは、ドイツの玩具メーカーである。1946年、エドウィン・ハーマン・ファーラー兄弟により、シュトゥットガルトで創業した。後に、兄弟の故郷であるグーテンバッハに移転している。今日、 ファーラーは、鉄道模型用のキット、アクセサリーや、情景用品の製造、販売に特化しているが、過去には、航空機のキット、オートモータースポーツブランドの、スロットレーシング関連商品、ダイキャスト製ミニカーといった、様々な種類の模型、玩具を扱っていた。今日では、鉄道模型の住居や商業ビル、橋梁、遊園地遊具といった、ストラクチャー、情景用品、 カーシステムを H0NTTZ スケールで製造、販売している。1997年からは2018年現在、G スケールのみを扱っているポーラ社のブランドを買い取り、他のスケールで展開している。ファーラー社の古い製品は今日では、カタログともどもコレクションの対象ともなっている。ファーラー、オーロラ式のスロットカー用、 シャーシ1960年代から80年代にかけてファーラーはオーロラモデルモーター車に類似しながらも独自のシステムでオートモータースポーツブランドのスロットカー製品を展開していた車の縮尺は165であったが187の鉄道模型でも用いることができたホースケールのカーシステムファーラーが今日供給しているカーシステムは 電池を搭載した方及び N スケールの車をステアリング装置に取り付けられた磁石を用いて誘導するものである。道路の表面の裏に隠された針金を磁石がたどることでガイドレールなしに自動車を走行させることができる。このシステムはハンブルクのミニチュアワンダーランドでも用いられている。このシステムでは車を停車させることに加えて 交差点で任意の方向に分岐させることができる。さらに、センサーを用いることで、交通信号を組み込み、さらにリアルな情景を作り出すこともできる。2013年にはファーラーはコンピューターで制御するデジタルカーシステムを発売した。なお、同じ方法でバスを走行させるバスコレ走行システムは、日本のトミーテックからも発売されており、ファーラーが代理店となって、 ドイツ国内でも販売されている。ファーラー社は遊園地のアトラクションの模型製品を20年以上にわたって展開しており、その種類は100以上に上る。当初の多くの製品は改良された新製品に置き換わっている。ラインナップの中心は4スケールで N スケールでも一部の製品が発売されている。ありがとうございます。